東浦町に町級。実は東浦町には凄技を持つ天才キッズがいるんです。なんとジャグリングをして登場。プロ大道芸人の兵馬です。荒垣兵馬くん9歳。なんと小学3年生にしてプロの大道芸人なんです。よくボーリングのピンって間違われるんですけど、これ違います。スクラブという道具です。すごい。おお、ありがとうございます。すごい。小学生で習得は難しいとされる3つの中華ごまを回す技も披露。現在大道芸の技を18種類もマスターしています。そんな兵馬くん、興味を持ち始めたのは驚きの年齢でした。1歳なるかならないぐらいの時に大須でたまたまやってた大道芸と通りがかった時に真剣に見てて、0歳の時からこういう人になりたいな、よしプロとして頑張ろうって思って。そうなのか。そうだ。疑うな。2歳の頃から本格的に始め、お父さんと共に独学で技を覚えていったそう。すごいな。ちなみにお父さんも同じく未経験です。5歳の頃には舞台に立ち堂々とパフォーマンス。今では大道芸人仲間からも一目置かれる存在に。ここでクイズです。大道芸人仲間が思う兵馬のすごいところはどこでしょう。 A 練習量、 B 公演回数の量。東浦町に住むプロの大道芸人兵馬くん9歳。仲間の大道芸人が感心するすごいところとは一体どこ？正解は A の練習量です。元気。ということで兵馬くんの友人の大道芸人甲斐さんと楠田さんに話を聞きました。できなかった技が会うたびできるようになっている。とにかく情熱がすごい。365日大道芸のことを考えている。こんな小学生出会ったことがないよ。兵馬くんは毎日お家で3時間も欠かさず練習しているそうです。お手玉だと5個ですね。難しいから諦めたくならないの？まあ諦めないっすよ。なんで？楽しいから。撮影の合間でも楽しいからこそ練習を頑張れる。撮影中失敗してもくじけません。お疲れ。疲れた。疲れた。もう汗たくたくよ。ちなみに今年の誕生日プレゼントも大道芸の道具でした。好きなんだ。そんな兵馬くんの将来の夢は？プロパフォーマーです。みんなを笑わせてあげて、でみんな楽しませてあげる大道芸。